ネガティブな感情を撃退。ウォーキングメディテーション。ウォーキングをすると全てが美しく流れていきます。ウォーキングには減量効果だけではなく日々のストレスを解消する効果があるため、ウォーキングメディテーションと呼ばれる歩く瞑想には深いリラックス効果と感情を浄化する効果があります。ウォーキングメディテーションはブレスウォークと呼ばれるヨガ式ウォーキング法で呼吸をしながらウォーキングを行います。マインドフルネスを活用し中強度の運動と呼吸法を組み合わせることで深い瞑想を通じて体を動かし心をリラックスさせることでマインドフルネス理論を毎日の生活に取り入れられるとても良い方法です。このコンセプトが分かりにくいと感じるかもしれませんが、多くのスポーツ選手が日々の練習の一環として取り入れるほどその効果は絶大です。ウォーキングをしながら心を鍛える。多くの人が瞑想を始めますが、期待する結果が得られない人も多いとも言われています。心をリラックスさせながら今起きていることに意識を集中させ、この複雑化した環境の中でありのままを観察するのがマインドフルネスです。マインドフルネスのゴールは心が満たされ真の自己成長を促進することですが、すべての人がこの方法を日々の生活に取り入れられるわけではありません。運動に興味はあるけれど、多くの人にその効果が認められているものを取り入れたいと考えている方は、ウォーキングメディテーションをお試しください。詳しくお話しします。昔から伝わるウォーキングメディテーション。ストレスや要求の多い現代社会において伝統的な瞑想を行う時間を持つのは難しいと言われています。忙しい毎日を送る私たちはこう考えるかもしれません。自分にゆっくりと座って瞑想する時間はあるかな、と。その時はこれからお話しする2つのことを思い出してください。私たちはストレスを発散する必要がある。座りっぱなしの生活は健康に害を及ぼすので運動をする必要がある。忙しい生活の中でも座りっぱなしの生活を離れ運動をしながらストレスを発散する必要があるのならこの二つを組み合わせたらどうだろうか。ということでブレスウォークが人気を博しました。瞑想は禅宗の座禅をヒントにしたと言われているため、歩く瞑想は禅宗の考えをツールにしていると言われています。日本ではお遍路が歩く瞑想だと考えられています。呼吸と歩く時の一歩一歩をシンクロさせることで自分が生きている今の瞬間に集中しながら運動を行います。仏教の経典では、仏陀自身が心を穏やかにしリラックスするために森の中を歩いたという記述があります。仏陀はまず数分座って瞑想を行った後歩き始めたと言われています。斎で行っていたことが歩く時にも行われたと記述されているため、歩きながら瞑想をしたのでしょう。片足ずつ地面を踏むときに前にある足が地球と結びついていることを感じながら自分の心に気持ちを向けることで自然と瞑想を行うことができます。昔から行われてきたこの歩く瞑想を行うためにはまずは呼吸法を学びましょう。効果絶大。毎日するべき練習。
今回ご紹介する方法を実行するかしないかに関わらず、一番大切なのは心を穏やかに過ごす効果があるウォーキングだということです。マインドフルネスは多くの心理学的テクニックと統合されているため、自分の精神状態を理解し、コントロールするのに役立ちます。運動をしながらストレスをコントロールする方法を身につけるためには、ブレスウォークの瞑想テクニックを使うのが最適な方法です。重要事項をご紹介します。動きやすい服装とつま先が開いていない靴で足を保護してください。ウォーキングを始める前に手を胸の上に置いて座り深呼吸をします。胸が上下するのを感じてください。呼吸を10秒間止め大きく吐き出してください。これを数回繰り返した後ウォーキングを始めます。ウォーキングは少しずつゆっくり始めましょう。足の裏で地面をしっかりと踏みしめ、足全体で地球を感じながら心を落ち着かせます。リラックス音楽に従うように足を動かします。自己を解放させる呼吸をしっかりと感じることが大切です。腹部への負荷を感じながら息を吸い、その後深く息を吐き出します。10分ごとに休憩します。休憩後はウォーキングを再開してください。心と身体を結びつけることで現在の心身の状態を理解できます。ウォーキングメディテーションを活用し、真の心の平安を呼び起こしましょう。